普段タロットで占うときはピラミッドのスプレッドやワンオラクルで占うことが多いのですが、今日はケルト十字スプレッドを使います。10番目の配置のタロットはペンタクルページの正位置。コートカードだとしたら、占いの結果が指し示すものは、よし、休み時間の間に届けに行かないと。あれ、どこ行くの？妹に忘れ物を届けに行くのよ。あの子ったら、今朝は日直の仕事があるから先に行くって言って家を出たんだけど、数学の教科書と体操服を忘れてってね。まったく、いつきは本当に私がいないとダメね。はあ。何よ、その呆れ果てたようなため息は。ブーちゃんさ、それどうかと思うよ。え、何が？ブーちゃんがそういう風に甘やかすから、妹ちゃんはいつまで経っても自立できないんじゃないかな。え、むしろブーちゃんの方こそ妹離れをしないといけないんじゃない？妹離れ？うん。だってこのままだといずれ妹ちゃんがどうなるか想像してみなよ。確かに、いつきがこのまま高校生、大学生、社会人になっていったら。お姉ちゃん、進学しようか就職しようか決められない。お姉ちゃん、就職の面接に一緒についてきて。お姉ちゃん、会社に入るカードキーをなくして、でしょ？そうね、私はいつきを甘やかしすぎてたわ。もっと厳しくいかないと。お姉ちゃん、お姉ちゃん、明日家庭科の調理実習なのに持っていく材料を買うの忘れちゃってた。今からでも空いてるスーパーあるかな？そもそも何買えばいいのかわからないし。お姉ちゃん、今から一緒に買い物に。あの、お姉ちゃん、どうしたの？なんで返事してくれないの？いつき、材料を買い忘れたのは自分のせいでしょ。自分で買ってきなさい。え？でも、お姉ちゃんの言うことはその通りだよ。うん、私、一人で買い物に行ってくる。今の時間なら、まだ空いているお店はあるはずだし、コンビニだってあるし。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうして起こしてくれなかったの？これからは自分で起きなさい。シャツどこに置いたっけ？
知りません。これからは服も自分でちゃんと片付けなさい。え？お姉ちゃん、今日の夕ご飯、私の嫌いなものがたくさん。これからは何でも食べられるようになりなさい。それが嫌なら自分で料理できるようになりなさい。何さらっとわけのわからないこと言ってんのよ、夫婦か。何かあったのかしら。風先輩がいつきちゃんに冷たいなんて想像ができないわ。うん、風先輩はいつもいつきちゃんに優しかったし。どうしたの、みんな深刻な顔して。風先輩、実は最近風先輩が冷たいって。ひとまず様子を見るのよ、ユナ。まずは観察して何が起こっているのかを見極める。ん？何よ、みんな変ね。お姉ちゃん、実は数学でわからないことが。いつき、かつて大数学者アルキメデスは自分の家に敵国の兵士が乗り込んできた時も学習を続けたというわ。いつきもそれくらい頑張ればきっと難しい問題だって解ける。だから自分で考えるのよ。うん、作戦会議インカメヤ。どうやら風がいつきに冷たいってのは本当みたいね。はい。一体どんな心境変化があったのかしら。いつきちゃん、喧嘩しちゃったの？いえ、していません。私とお姉ちゃんが喧嘩なんて。うどん美味しい。おかわり。そのっち、今はいつきちゃんの相談を真剣に考えているのよ。だからうどんを食べて頭に糖分を送って考えてたんさ。うどんは頭脳食。そして今、うどんのおかげで思いついたんだ。なみなみそのちゃん、これはね、きっと一通の自立を促すためのテストだよ。いずれ一通も風民先輩から独立しないといけない。一人でちゃんと生きていけるようにならないといけない。まあそうね、兄弟姉妹でもいつまでも一緒ってわけじゃないだろうし、いずれいつきも独り立ちするでしょうね。一人暮らししてるかりんちゃんが言うと説得力ある。一人立ち、一人で生きていく。お姉ちゃんだって大学生になったら遠くの大学に行くかもしれない。うん、もしかしたら高校だって遠くの高校を志望しているかも。そしたら私は一人暮らししないといけないよね。なるほど、風先輩はいつきちゃんを成長させようとしているのね。獅子が先人の谷に我が子を落とすように。まあ先人の谷にしては随分傾斜が緩いけど、自分で自分のことができればいいだけだし。うん、
ーちゃん。いつき？私、頑張る。これからはお姉ちゃんに頼らず、ちゃんと自分でやっていけるようになるよ。いつき、わかってくれたのね。お姉ちゃん、お姉ちゃんが遠くの学校に行っても、いつきは一人でやっていけるように頑張ります。ところでいつき、お姉ちゃんは週末から塾の合宿に行くわ。塾の合宿？うん、友達の誘いでね。塾に入ってない外部の人も参加できるみたいだから、高校受験のためにここで一踏ん張りしておこうと思って。だから私、土日の間は家にいないけど、大丈夫よね、一人でも。もちろんだよ。わかったよ、お姉ちゃん。これも私がいつか一人暮らしを始めるためのリハーサルみたいなものなんだね。今日、お姉ちゃんは帰ってくるのが遅くなる。勇者部の活動で幼稚園のお手伝いに行くために、その前準備で保育士さんと話をしてくるらしい。だから今日の晩ご飯は私が作る。ちゃんと料理を作って私の成長を見せれば、お姉ちゃんは安心して勉強合宿へ行ける。将来安心して遠くの高校に通えるようになる。お姉ちゃんのために私頑張るから。料理なんてネットのレシピを見ながらその通りに作ればきっと簡単だよ。なんでこんなに黒い煙がたくさん出るの？材料を切っていったらどんどん微妙な形に。獅子類類の食材と失敗した料理たちが。どうしてこんなことに。誰だろう。はい、今開けます。お邪魔します。お邪魔します。ユーナさん、東郷先輩。今日は風先輩帰りが遅いって言ってたから、いつきちゃん一人なんじゃないかと思って。一人じゃ退屈だろうから遊びに来たよ。どうしたの？いきなり泣きそうな顔して。見てください、この山頂を。賑やかすぎる状況に。戦でもあったの？違います、私が晩ご飯を作ろうとしたんです。そしたらこの山上に。はい、お姉ちゃん帰ってくるの遅いなら、私がそれまでに晩ご飯を作っておこうと思って。そうなの、わかったわ。じゃあ私が作ってあげるからもう大丈夫よ。ありがとうございます、東郷先輩。でもそれじゃダメなんです。え？私の手で料理を作って、私は一人でも大丈夫ってことをお姉ちゃんに教えてあげたいんです。いつきちゃん。いい覚悟よ、いつきちゃん。それでこそこの国の大和なでしこ。
ったら料理はいつきちゃんが作りなさい。でも助言をするくらいならいいでしょ。もしいつきちゃんが何か手順を間違えそうになったら私が教える。あくまで料理を作るのはいつきちゃんよ。東郷先輩、はい、わかりました。そうして私は東郷先輩のアドバイスを聞きながら夕飯作りに没頭した。いつきちゃん、調味料の瓶を間違えないで。はい、確認します。いつきちゃん、茹でる時間が過ぎているわ。はい、すぐにお湯からあげます。いつきちゃん、おいかんラインは常人が使ってはならない技よ。はい、オリーブオイルの使いすぎに注意します。さあ、終わりが見えてきたわ。あと少しで完成。どうしたの、いつきちゃん。食材が、材料が足りません。なんですって。きっと最初に失敗しすぎたのがいけなかったんです。それで食材を使い果たしちゃって。仕方ないわ。きっと風先輩もいつきちゃんの努力を分かってくれるわよ。今日はここまでで。私はちゃんと料理ができるようにならないといけないのに。そうしないとお姉ちゃんが安心して遠くの学校へ行けない。いつきちゃん、食材買ってきたよ。ゆうなさん、いつきちゃんが作ろうとしてる料理のレシピを見たら、もしかしたら材料が足りないんじゃないかなって思ったんだ。私、東郷さんみたいに料理を教えられるわけじゃないけど、これくらいは手伝えるよ。ゆうなさん、ありがとうございます。さすがゆうなちゃんね。さあ、いつきちゃん、最後の一頑張りよ。はい。ただいま。風先輩、お帰りなさい。待ってましたよ。ゆうな、東郷、どうしてここに。お姉ちゃん、見て、テーブル、晩ご飯、私が一人で作ったんだよ。これは、この料理は全部いつきが作ったの。そうだよ、お姉ちゃん。いつき、しっかりしなさい。料理は作り慣れない人にとっては集中力を使うから、きっと疲れたんですよ。見た、お姉ちゃん、料理できたんだよ、私一人で。もう安心して明日からの合宿に行けるね。翌朝、私が起きた時にはもうお姉ちゃんの姿はなかった。いつきちゃん、おはよう。もう風先輩、塾の合宿に行ったの。はい、お姉ちゃん、行ってしまいました。帰るのは週明けです。お姉ちゃん、お姉ちゃんがいなくなったら部屋がガランとしちゃったよ。でもすぐに慣れると思う。だから心配しないでね、お姉ちゃん。ただいま。あれ、いつき、起き
それは嬉しいんだけど、というかお兄ちゃん、勉強合宿に行ったんじゃなかったの？合宿はキャンセルしたわ。え？じゃあさっきまでどこ行ってたの？ゴミ捨てに行ってただけよ。勉強合宿なんてもういいのよ。可愛いマイシスターを一人残していくなんて私にはできない。この土日もずっと樹と一緒にいるわ。おはようからお休みまでずっと一緒にいる。時は遡り、クラスメートと樹のことで話したあの日から。そうね、私は樹を甘やかしすぎてたわ。もっと厳しくいかないと。樹、材料を買い忘れたのは自分のせいでしょ。自分で買ってきなさい。え？うん、私一人で買い物に行ってくる。辛すぎる。イツキを突き放すのが辛い。でもイツキのために頑張らないと。とりあえず後をつけて安全だけは確保よ。これからは自分で起きなさい。え？辛い辛い。知りません。これからは服も自分でちゃんと片付けなさい。え？いつき、ごめんね、ごめんね。これからは何でも食べられるようになりなさい。それが嫌なら自分で料理できるようになりなさい。Thank you.
何やら風先輩の甘やかし度合いが以前よりもはるかに上がっているんだけど。何があったのよ。でも風先輩は楽しそうだしいいんじゃないかな。私はやっぱり二人は仲良しの方がいいと思う。うんうん、そうだね。いっつんとふうみん先輩はいつまでも仲良し仲良し、それが一番自然だよ。その後お姉ちゃんの甘やかしリバウンドは1週間ほど続き、その後はまた元に戻りましたとさ。収穫として私は少しだけ料理ができるようになりました。ほんの少しだけ。